坂井忠則は、出羽省内藩の、第七代藩主。坂井佑右衛門の城下、第十三代当主。第六代藩主、坂井忠春の長男。法暦5年10月2日生まれ。すでに兄、忠政がいたが、母が、性質のため姫であったため、着難となる。明は3年12月に、十五一下に除任する。明は4年、父の死去により後を継ぐ。しかし、 犯罪性求防により、江戸から本国に帰国するとき、その経費すら調達できず涙した、というエピソードが残っている。このため、犯罪性裁権を目指して、合商本間三岡を登用して、財政改革である安永五字番組立てを行った。この改革は節約などを主としたものであり、9万両の借金すべてを返還し、 逆に1480両の蓄えを築くに至った。安永2年12月24位に除任する。天命3年の天命の大基金では合社を出さなかった。しかし完成期頃から犯罪性が悪化し始め10万両の借金を築くに至った。このため再度の反省改革を行って農村復興や文部の奨励に尽力し文化2年には反抗、 指導官を創設した。文化2年9月25日、長男の中期に家督を譲って隠居し、文化9年9月18日に58歳で死去した。没後、大正年間に13味を追蔵されている。政治家としてだけではなく、和歌や刀剣官邸などにも優れていたと言われている。ありがとうございます。